水古伝水古伝108世一覧表、数順数順は、中国の小説で四大記書の一つである、水古伝に出てくる、登場人物。梁山白第91位の高官で、知覚性の生まれ変わり。あだ名は、独屈の竜で、背が高く生まれつきような顔つきで、後頭部に大きなコブがあることに由来する。獲物は、王の、おじに、数円がいる。 東州の東雲山で、数円と共に手下を引いて、山賊をしていた。博打好きが縁で、蕎麦も営んでいる孫心と、古代僧とは顔見知りであった。ある日、孫心から、儲けに騙されて監禁され、殺されそうになる海鎮と海宝の牢屋ぶりを頼まれて、これに協力した。さらに孫立も加わり、数順たちは信頼できる手下だけを引き連れて、 孫心たちと共に役所と儲けの屋敷を襲い、海鎮と海宝を救出して、盲体校、盲中岐阜市一族と、猛体校の女性である穴目の大田田氏らを皆殺しにした。当州から逃亡した後は、数円の友人である、陽林、陶飛、石油らを頼って両山泊へ向かうが、両山泊は、宿家僧の宿朝建松らと戦っている、最中であった。 そこで、御用の策に協力し、孫立らと共に、宿火層へ両山泊討伐の協力と偽って、潜入し、内部から攻め上げて、宿火層を滅ぼす手助けをした。その後、数円孫立らと共に、両山とまり入りする。両山泊入山後は、数円と共に、不評軍将校となる。その後は、古縁借戦、北京攻め、東らし攻めにも参加している。 朝廷招き案後も両国戦、たとら、OK 討伐に参加し、放浪討伐も生き残るが、数円が戦死してしまう。外戦した数順は、朝廷から感謝を授けられたが、自分には適しないと称して、これを返上して、再び東雲山に戻り、以降はそこで余生を過ごした。ありがとうございます。